水島道太郎は、日本の映画俳優。東京市浅草区花川戸出身。浅草人上小学校を卒業、早稲田実業学校に進むが中退する。江野賢一座、ムーランルージュ新宿座など経営劇の舞台を経て、小畜芸下も撮影所で、大部屋俳優として、経験を積んだ後、1935年に、大都映画へ入社。 主演スターとして多くの映画に出演する。1942年に大英で月球夢児と共演した新説が大ヒットし、大手の映画会社でもスターとなる。戦時中は大英で肉弾低身体、あなたは狙われている等の戦争映画、防具用映画に主演。戦後は小区でアクション映画、地獄の顔がヒットし、 ミソラヒバリの牛若丸では弁慶に奮した。以降小畜、新東方日活など各社の現代劇、時代劇で1960年頃まで主演スターとして活躍した。時代劇では日活での丹下左前三部作が代表作、現代劇では1952年の上海帰りのリルが有名である。1961年フリーとなる。 以後は脇役に回り、東映や日活の薬ザ映画で悪役として、凄みのある演技を見せた。1970年代からは、TB 時代劇を中心に活躍した。歌手としての活動もあり、晩年の主な活動となっている。1980年代以降は、日本歌手協会主催の歌謡祭や、日本の歌へも出演。進行があった、リック・ミネのヒット曲であり、 自身の主演映画、地獄の顔主題歌、よぎりのブルースなどを披露していた。1999年3月23日午前11時22分、老衰のため死去、87歳坊津、などなど、ありがとうございます。